こんにちは。今回はエスコンフィールドにクレームが、札幌市民が怒った理由はの話題をお送りします。日本ハムの新球場の名前はエスコンフィールド北海道となります。この新球場は日本初の開閉式屋根を備えた天然芝玉場で、収容人数は約3万5000人の計画です。新聞では60代男性の札幌市民がクレームを出したことで話題になっています。その内容がこちらです。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。玉場は騒ぎに行くとこやからな。ファンのことを考えた玉場だったんじゃないんか。近隣住民とかじゃないんかい。 Y もゆっくり見たいから外野はお断りや、むしろ台湾並みにもっと応援やってくれや。野球の応援が仮にテニスみたいになったらシュールすぎる。玉場は応援する場所、声も出すしブーイングもする。思うけど甲子園よりは静かだったんだよね。もっと盛り上がってほしい。エラーも敗戦もうるさいのも楽しめる広い心が野球には寛容だ。この人に東京ドームの巨人戦行かせたい。応援なしで静かな観客見たら、それはそれでなんで選手を応援してあげないんだとか言いそう。一人の無職にストレスを与えられたこと、移転に命の危険も感じたと担当者が言うくらい、市も地元新聞も札幌ドームとズブズブだから、札幌市民のために移転してよかったね。エスコンでうるさかったら神宮のレフトスタンドに放り込んだらどんな反応を示してくれるか見てみたい。エスコンにあるサウナのとこは静かそうだからそこで見ろ。静かにゆっくり楽しみたい人がなんで観客席に座っちまったんだ。近隣住民からの苦情かと思ったらまさかの玉場内やった。印象操作が容易すぎて心配になるレベル。近隣住民が苦情を入れてるんじゃなくて、ドームに行ったやつが応援うるさいって言ってんのか。マリンの応援聞いたら気絶するやろこのじいさん。スポーツバーで飲みながら見てたら周りがうるさいって言ってるようなもん。ちなみにエスコンは内野でしか立って応援できませんけど、中継だと鳴り物の音が聞こえにくいんよな。あと10年もしたら病室か墓場で静かに暮らせるんだから、それぐらい許してやれ。お家でテレビでご覧になられる。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。